この二人の少年は私学校留学を希望してはるばる山形からやってきた庄内藩士の子弟で、名を伴兼行と榊原正春といった。薩摩の受験流じゃ、おはんらもやってみや。丸太もよう打てんとか。庄内藩士はやっせんぼじゃな。やっせんぼってなんでかすか。弱虫のことだよ。なんだどこのやろめら。よっこ朝春めっちゃなんだども、薩摩芋ごときにバカにされてたまっか。お願いします。我々も連れてってください。おはんら、今度の突兵状況の意味は分かっちょっとか。政府を叱りに行くんでごわしょう。じゃったらそげな大臣の時に外されては国へ帰って叱られます。すっかり薩摩なまりが身についたな。じゃっどん、おはんら来年のフランス留学も予定されっちょ。それにもしものことあったら、おはんらの親子や堺の殿様に申し訳なかじゃろ。たとえ戦で死ぬようなことがあっても、親や殿様褒めて食います。我々も連れてってください。お願いいたします。困った連中じゃ。猛将佐川官兵衛、ここに眠る。正春どうした。自分が野次気づいたら薩摩の仲間に笑われんと。何の石黒につまずいただけじゃ。行くぞ。庄内藩の名誉のために頑張れよ。万さん、しっかりしろ。万さん乗れ。庄内藩のバカな行乱か。殺軍包囲の中に庄内藩の留学生がいるはずじゃ。バカな行き、バカな行乱か。兼行き、俺だ。しっかりしろ。兄の成り止めだ。しっかりしろ。兼行き、兼行き、しっかりしろ。おのれ、何をする。なりのぶさん。撃つも撃たれるも、あまりに非常な兄弟の再会であった。桜島を望む大地に殺軍戦死者の墓地がある。西郷を取り囲んで男たちの墓が肩を寄せ合うように立ち並んでいる。さながらそれは城山最後の夜、月明かりの下で酒を酌み交わした別離の縁を彷彿とさせる。殺軍戦死者6765人、政府軍6843人。悲壮な見方をするなら13608人を道連れに、明治維新が抱えたあらゆる矛盾を飲み込んで死んでいったのが西郷隆盛、その人ではなかっただろうか。これより日本は近代国家へと脱皮していく。